こんにちは、素直サイズなおです。今回は前回ご紹介していたこのカゴメ編みとメリヤス編みの巾着をちょっと簡単に作り方をやろうかなと思います。一応このネイビーだと柄が分かりにくいかなと思って、こちらニューキララコットンで編んでみました。ちょっと分かりにくいと思うけど、ちょっとラメが入っていて涼しげな感じになっています。こちらネイビーの方はエンジェルコットンで編んでいるんですけど、使用グラム数が13グラムで手のひらに乗るぐらい、サイズを伝えてなかったのでだいたい13グラムで、幅が9センチと高さが12センチぐらいの小さな巾着です。ニューキララコットンは一玉ほぼ使い切りで編んでみました。こちらがちょっとちっちゃいなと思ったので、一玉編み切るとどのぐらいになるかなと思って、一応このぐらいの残りでこのサイズが出来上がっています。サイズはだいたい幅が14センチで、高さはだいたい18センチぐらいの巾着になりました。どのぐらい入るかっていうと、ちょっと参考になるものが思いつかなくて、ハンドクリームと、一応これはなんだ、私の中では頭痛予防アロマスプレー、今だと消毒用の持ち運びできるジェルとかスプレー持ってると思うんですけど、このぐらいのものが入りそうです。こんな感じで入れても真ん中からちょっと中身が透けて見えるぐらいで、もうちょっと小さいリップや目薬とか虫刺されスプレーとかを入れてもまだまだ余裕があります。ペンみたいなタイプのは、ね、編み目から出ちゃうと思うんですけど、そういうのじゃなかったらリップとかぐらいだったら飛び出たりはしない感じです。細身のリップだけど出てきちゃうってことはなさそうです。18センチと深めですけど、手もしっかり入るので小物も取り出しやすいと思います。ということで、こちらを
ちょっと長いかなと思ったんだけど、一玉編み切れる方がいいかなと思って、この長さで作っていきたいと思います。使うものは、今回はニューキララコットン。綿 98%、ポリエステルが 2%、一玉約 25g で、長さが約 60m。使用棒針は4から6号。今回は棒針で編むので、4から6号の方を参考にしたいと思います。棒針は、メリヤスの感じを見て、ちょっと見えにくいですが、5号の40センチ輪針を使って往復編みで編んでいきたいと思います。編み方としては、こちらからメリヤスを、私はここのかごめ編みが裏に目一度の模様を入れるところまでをだいたい6段ぐらいにして、メリヤスを6段ほど編んだら、そのままずっと長く編んで、またここから6段ぐらいメリヤスを編んで、伏せ止めをして、先にこの2つ折りにしたら脇を閉じてしまいます。筒状になったところで改めて糸をつけて、かぎ針、今回は4号のかぎ針を使ったんですけど、長編みをぐるっと一周、一目に一目ずつ編み入れて、紐を通して完成という流れにしています。ぐるっと長く編むので、また飽きちゃうかもしれないんですけど、難しくないので、よかったら編んでみてください。作り目が、今回はここをメリヤスを10目で、かごめ編み部分、裏に目一度をするところは1、2、3本分なので6目で、26目にプラス脇を閉じるために滑り目などをしたいので、両端に1目ずつ足したので、10足す6足す10足す2、28目で作り目を作っていきます。この編み方は、オーガニックコットンで編んだミニストールと同じ編み方なので、簡単にいきます。脇を閉じないといけないから、だいたい脇を閉じる分の2倍ぐらいを先に取っておいて、作り目を作り始めたいと思います。輪を作って、作り目を28目、編んでいきます。作り目28目できました。ここから編んでいきますが、最初の一目と最後の一目は滑り目みたいな
のをして端っこを閉じやすいようにしていってます。メディアスをだいたい6段ぐらいにしておくと出来上がり寸法が18センチの高さの巾着が作れると思います。作り目を1段と数えているので今は裏編みから始めています。これはメディアスをお好きな段編むので模様のところまでちょっと飛びたいと思います。メディアス編みを6段編んできました。ここから模様かけ目裏に目一度を入れていきます。端っこはこのようにいつも通りして10目メディアスを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、メディアスを10目編んだら次はかけ目裏に目一度を3回します。かけ目裏に目一度かけ目裏に目一度かけ目裏に目一度3回やったら残りの10目をメディアス編みで最後の1目は滑り目にします。最後の1目は編まずに滑らせる。ひっくり返して今度は裏編みを10目10目編めたのでまたかけ目裏に目一度かけ目裏に目一度かけ目裏に目一度を3回やったらまた裏編みっていうのを繰り返して編んでいくだけです。ちょっと段数は数えていないので何段かっていうのはお好みでいいと思います。こんな感じで真ん中にちょっと透けた感じになる巾着を編みます。しばらくかかるので今回は最後まではできません。また改めて完成させるところは動画にしたいと思っています。
ちらを先日ちょっと実家に帰って家族の様子を見てきたんですけど、その時にお母さんにまた水色で編んだ巾着を持って行って、これどうって見せたら、色も涼しげでいいねって言って気に入ってくれたのでプレゼントしてきました。いつも通りなんだけど、あと巾着の話じゃないんだけど、オーガニックコットンで編んだミニストールも編んで持って行ったんですけど、それもすごく気に入ってくれました。全部かごめ編みのストール、ビューティーシルクコットンで編んだ全部かごめ編みっていうストールはもう何枚もあげてすごく気に入ってくれてるんだけど、この編み方のメリヤスとかごめ編みを組み合わせたミニストールもすごく気に入ってくれて、普段使いにいいねっていう感じで、それも気に入ってもらいました。色はグレーに見える藤色の糸を使って編んでいったんだけど、それもすごくいいねって言ってました。あとその時に先日完成したスベルフと単色ブラックで編んだコクーンカーデガンを羽織って行ったんだけど、それもすごくいいねって言ってくれてで、ちょっと羽織ってもらってサイズ感を見てもらって、でもしよかったら編むよって言ったら欲しいって言ってもらえたので、母にもコクーンカーデガンを編んであげることになりました。母は涼しげな色っていうのが好きなので、ちょっと一等玉はこれかこれがいいんじゃないってちょっとサイトを見てもらって、これって一等玉を決めてもらいました。選んだ糸玉は予想通りっていう感じでやっぱりねって言ったら笑ってました。夏のものの母の選ぶ基準は涼しそうみたいな感じなので、涼しげな糸玉編み地がだいたい予想ついたので、やっぱりって思いました。こんな感じでしばらくは往復編みが続くので、ちょっとこの辺で終わりたいと思います。あ、それでもし参考になればと思って、このニューキララコットン5号で編んでいますが、時々糸割れ2目一度をするときに
この糸のよりが緩く、棒編みだとどうしてもよりがほどけちゃうみたいで、時々編み落としそうとかなりそうなので、こういうコットン糸を編むときは糸がねちょっとよりがほどけちゃうので、一本編み落としたとかならないように気をつけて編むといいかなと思います。こちらも涼しそうな可愛い巾着になりそうです。今回はちょっと途中ですけど、こうぐるーっとしばらく編みたいと思います。閉じるところとかは A ラインベストとかストールフベストとかで拾う場所何度もやってるので、しつこいかなって思うので、ちょっとこの部分はやらないかもしれないんですけど、かぎ針で拾うところはちょっとやろうかなって思っています。もしよかったら、今回はニューキララコットンを使っていますが、一玉で結構しっかり大きめの巾着が編めたので、参考にしてもらえると嬉しいです。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。